丁重に丁重に朝鮮民族のね、プライドを傷つけないように、朝鮮が頼んできたんだから、並行してくれと。で、日本にして差し上げて、みんな日本人としてちゃんと扱って差し上げたの。ねその間、日本時代 GDP もガーンと上がりの米生産も工業生産も右肩上がりですよ。ね、そして、学校もできて、識字率も高まって、ね、そういうことをやったわけです。ところが、ところが、 あの戦争でね負けちゃったんですよねそうだから本当はね日本はあの韓国に謝んなきゃいけないことってあんまりないんですけど一つだけ謝んなきゃいけないことがあるそれは戦争に負けたことですよだから朝鮮民族からしたら <laughs> え負けちゃったのって感じですだって日本親分ですから親分絶対服従ですよねっ だからもう、えー、中国王朝はやめて、かといってロシアの古文にはないだろなかった。もう日本の古文になろうって決めたわけ。で、一緒に戦ったわけで、朝鮮民族は日本人としてあの戦争を戦ったんです。特攻隊に行った朝鮮人だっていますよ。ところが、皆が負けちゃったんだから。えへ、ー、負けちゃったのって感じです。いきなり家なし子みたいな感じ。 ご両親がいなくなっちゃった。僕たちどうしたらいいの捨て子みたいな感じ。だって負けちゃったんだから。で、アメリカに占領されちゃったんで。え、じゃあ僕たちどうしたらいいのって感じで。で、内乱になって南部あの、朝鮮戦争になって国が分かれちゃって、今一応二つの国になってますけど、いや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 、これは計算外ですよ。親分が戦争やって負けちゃうんだから、こんな、そええー、みたいな。負けないでみたいな。 ごめん負けちゃったっていや本当に朝鮮に謝らなきゃいけないのその1点です申し訳ないと負けてしまったと日本を信じてついてきてくれたのに申し訳ないと負けてしまったとごめんってだから安倍さんはね安倍談話としてそれを出してほしいよね謝罪表明これからあの、えー、韓国北朝鮮の皆様方に謝罪をいたしますとあの戦争を負けてしまった 負けてしまって申し訳なかったと。<laughs> <laughs> 大変なことになるだろうね。そんなこと言ったらね。<laughs> いや、せっかくね、日本人となってね、一緒に戦ってくれたのに、期待 <laughs> を裏切って負けてしまったと。<laughs> 申し訳ないと。負けて悪かった。<laughs> って謝罪をしてほしいね。なんか従軍慰安婦とかそっちの謝罪じゃなくて、<laughs> 負けて悪かった。これね、あの、ど真ん中ついてますよ。だって彼らはガッ 狩りしたんだえー、って感じカルガモ春になると皇居の周辺にね、あのー、カルガモ親子がねこ、子供はみんな親についていくわけですよ。親がいきなり、ポーンいなくなってどうなります路頭に迷うわけですよ。そうそう、その時に朝鮮人は路頭に迷ったんだから。 半島にいる人は半島にいる人でどうなっちゃうのって感じで日本の内地にいる人えー、どうなっちゃうのって話でえ当ロんと露に迷ったんですよあれね勝ってればよかったんです何の問題もなかった勝ってればねええー、負けたからねええー、計算違いですもちろん日本人だって負けるなんて思ってないし朝鮮人だってまさかあ日清日露勝ったんだから 日清戦争、日露戦争を勝ったあの最強の日本がまさか負けるとは思ってないでしょう。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。